わっさっ、いや、ピマルです。はい、ということで、今回はですね、毒キノコ洞窟のおすすめ編成、おすすめキャラクター、おすすめじゃなくて、立ち回りについてお話ししていきたいなと思います。で、この毒キノコ洞窟なんですけど、底なし沼みたいにちょっとね、似てるんですよね、壁の形が。なんですけど、まあ、ちょっと変わってくるって感じですかね。その、使えるキャラクターが。はい、ということで、早速おすすめのキャラクター、使えるキャラクターですね、ここで。ですね、ニッタ、コルット、ブルモマ使えるかな、シリモ。まあ、ちょっとおすすめなんで、そうですね、ちょっと絞りますか。ニタ、コルト、ジェシー、ブロック、ダイナマイク、エルプリモ、バーリー、ポコ、リコ、ダリル、ペニー、パム、モーティス、タラ、スパイク、クロー、レオンですね。これがまあおすすめというか、かなりいい動きができるキャラクターですね。まあ、あとは使えないことないんですけど、まあ、絞ってほしいと言われたんで、こんな感じで。で、おすすめ編成ですね。おすすめ編成です。なんですけど、まずミッドはペニーなんです。ミッドペニーなんですけども、持ってない人はジェシーでも大丈夫です。はい、ということで、まずペニーから、じゃあミッドの立ち回りからお話ししていきます。はい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 。で、まずミッドなんですけども、このそうですね、右からじゃなくてまず真ん中上がります。で、ここで結構大事になってくるのが、まずこう打つのは基本なんですけど、打って引くのは基本なんですけども、ですねここに結構敵来るんですよ。こっちから入ってここまで詰める、エルプリモとかニタとかね、詰めてくるんですけど、そういう時にミッドがサイドフォローしてあげるとすごい良きです。こうやって真ん中、ここ結構難しいんですけど、真ん中の敵を狙いつつ、こうやってサイドと合わせてやっていくことがすごい大事ですね。で、タレットはここっす。あ、ずれたここっす。自分が今いるとこっす。ここに置きましょう。基本。吐く息は。ちょっとずれました。すいません。もう一回置き直したいな。はい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 。ここの、ここに置くと、マジで壊れないんですよね。基本は。なんで、置くときは基本あそこに置きましょうね。さあ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 。ここっすね、ここ。ここで。あ、壊されちゃった。まあ、ミッドはこんな感じですね。サイドフォロー、右のフォローをまず多めでやっていきましょう。はい、次、じゃあサイドおすすめいきます。サイドのおすすめは、右側。自分的にはブロックですね。右側は、あ、ちょっと声が。右側のおすすめ。ブロック、コルト、スパイクですね。あと、リコシェもおすすめです。なんですけど、自分はブロックです。右側、ブロックがおすすめ。で、これ真ん中の人が、まあ、詰めてきた時にフォローしてくれるのを前提にやるんですけど、まあ、こうやって上がってって、まあ、多分こうやって上がって、ここにまず打つんですよ。で、多分詰められたら、この芝を通って、右側から、で、一緒にこうやって攻撃していく感じですね。で、まあ、ちょっと、どうしようもねえなと思ったら、真ん中を攻撃していきましょう。右ちょっと無視で。ここら辺からね、こうやって出てね、こうやってやってウルトを貯めます。そしたらここを打っていくんですけど、まあその前にここ処理できたら、ペニーがねいる時に、さっきもこの裏に置くって言ったじゃないですか。そしたら優先的にここをもう速攻壊します。こうすることでペニーの迫撃砲を速攻壊す&ここね、めっちゃ打てますねってことができます。で、そしたら、まあ、次溜まったらここっすね。ここに敵が詰めてきたらここを壊します。まあ、基本的に手前を壊すことでその自由度上がるっていうか、詰められないっていうのがまあベストですね。はい、ということで基本はそんな感じですね。壁を含めて敵を攻撃していくっていうのがブロックですね。はい、じゃあ次左側行きましょう。左側はニタですね、自分のおすすめ。はいはいはい。で、左側なんですけど、ミッドが、まあ、押せてたら、自分のミッドが押せてたら前まで詰めちゃいます。で、押せてなかった時に前まで行っちゃうと、ここすごいさっきみたいに介入されるんで、挟まれやすいです。なんで、ミッド側押せるまで、ちょっと行き過ぎずって感じですね。やっていきましょう。で、あとは裏から回って、で、ブロックっていうか、その迫撃砲とか置かれたら、そこにニタのクマを出したりとか、あとはそうですね、そのダイナマイクとかバーリーとかがいたら、そっちの方向に
あの似たのクマをね出してあげるっていうのがベストだと思います。はい、これが立ち回りです。これ簡単ですね。ここのマップ結構簡単ですけど、以上となっております。はい、ということで今回こんな感じで結構短くなったんですけども、まあ、結構わかりやすいかなっていう感じがしますね。この毒キノコ洞窟は、あとミッドが一番難しいっていう感じがするんですけど、そうですね、ブロックとかで壁バンバン壊して、あと壊すことによってその迫撃砲のターゲットを取りやすいというか、なので迫撃砲がどんどん使いやすいっていう感じになっております。はい、ということで今回は、ミッドがペニー、持ってなかったらジェシーですね。でサイドがブロック、ブロック持ってなかった人はコルトですかね。じゃあコルトで、次が、まあ、左側にいたですね。これは多分みんな持ってると思うんですよ。はい、これでいきましょう。はい、ということで今回こんな感じで終わっていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いいたします。それでは、バイバイ。